こんばんは。こんな宇宙人どうですか。始まりましたね。始まりましたね。笑ってます。笑ってますよね。なんか受けてますね。ちょっと今日オーディエンスがいて。オーディエンスいっぱいいますね。嬉しいですね。じゃあ自己紹介しましょうかね。はい。見えないもの大好き。宇宙人大好き。生きてるだけで丸儲け。慎吾、大村慎吾です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい。心体演出家のかおりでーす。はーい、どうもー。はい、出てたね。出てたよ。出てたね。何が？びっくりしたもん。私じゃないんですけどね。はい、私も出てるやつでしょ。私も出てるやつですけれども、私は振り付けを担当した、ね、ミュージカルやったんです。朝起きて新聞持ってトイレ入ったの。トイレ入ったら、なんかあれと思って、おっとっと、9月15日ザ・高円寺で、はい、杉並と南相馬の子供たちによる、ジャブジャブ行けるやつ。違う、それもね、それもそうなんです。ジャブジャブ行きたらまた関係ない。関係ない、関係あるんだけど、ミュージカルには直接関係ないんです。でも同じ人がやってる、ね。そう。で松本梨香さんね、はい、ポケモンのね、はい、主題歌を歌って松本梨香さんと一緒にやったんですよ。はい、これは何をやってるの？向こうの南相馬の子供たちと、杉並の子供たちが歌って踊って芝居して、はい、汗かいて、叫んで泣いて笑って、鼻水垂らしてましたね。これそれ、そういうミュージカルが？そうです。そうです。雨出すか君は。でそれは南相馬でやったり、杉並でやったりっていうことをやってるわけ。これ第1回目なんですね。だから杉並のザ・高円寺でやって、来年の3月4月あたりには南相馬でもやりたいね。復興支援の一つ、ね、国の復興支援やね、言うたら。ね、でもね、お金は復興支援されてないんです、まだ皆さん。チャリティー欲しいなっていう。そう、欲しいな、ね、ちょうだい300万ぐらい。300万ぐらい、考えとくわ。考えとくんだ。今日そういう人がいるから。はい、マジですか。そうそう、本当に。じゃあこれ持って入ります。はい、お願いします。はい、でこれなんか買いに行くよって買いに行ってたけど。素敵でしょ。豆大福って書いてるけど。ちょっとやめてくれ。C なんそれ。お団子だと思ってね。はい、今日は中秋の名月でございます、皆さん。ね、今日満月。そう。満月なんですよ。ないんですよ、これ、あんまりないんですよ。私がさっき教えたでしょ、それ。いや、俺知ってたもんね。僕知ってたんだね。いや、でもよく知ってるね。ね、そうでしょ。あと何年後？8年後なの。ね。だから2021年まで、この中秋の名月が満月に当たることってないんですよ。オリンピックの次か。そう。だから今日はお見逃しなく、これ終わってからね。はい。はい。ね。ということで。はい。で、今日はね、もう、月。月ですよね、はい、これね、月ね、うん、もうこの番組宇宙人ね、宇宙人、ちょっとまた宇宙的な人を呼んでます。おっとっと、はい、もう、めちゃ、まあええわ。なんで、この方と会ったのは僕、1ヶ月前なんですよ。また、本当にすぐ友達になっちゃうね。1ヶ月前で、1ヶ月前で、はい、1ヶ月前に会って、今日2回目なんです、実は。なんだけど、その1回会った時に、うわ、なんかその話めちゃくちゃ面白いねいうことがあって、来てきて言うて、いいですよ言うてくれはって、そうそう、来ちゃった、来ちゃったんです今日。ということで、はい、今日のゲストはですね、はい、春さんです。春さん、はい、はい、なるほどって思ってるやろ。秋冬の違うね。HAL。H？ 何言ってんの？HAL。何その治療？HAL の春さん。ああ、春さんね。はい、はい、じゃあ、ご登場していただきましょうか。はい、ご登場ね。はい、春さん、よろしくお願いします。お願いします。どうも。こんばんは。前、帽子かぶってなかったよ。そうですね。あ、そうですね。かぶってなかった。うん。ということで、春さんね。春さん。はい。HAL の春さん。HAL。はい。春さんって、僕、HAL って聞いて、2001年宇宙の旅の、春9000のコンピューターとか、連想したんですけど、関係あるんですか？関係ないですね。すいません。よく言われますけど。よく言われる。よく言われますね。でも、春夏、秋の春よりはだいぶマシですよね。そう。その、うん。そ
例えの、そういうストレートやもん。まあね、そのまんまですね。それで、あの、はるさんと、うん、まあ、2回目なんですよね。それで、あの、お会いしたのはね。はい、それで、1回目、大体1ヶ月ぐらい前でしたっけ。そうですね。あの、N 君の紹介で。はい、N 君。N 君の。また怪しい感じの N 君。N 君の、例え、話はまた、まあ、後で。また後で。詳しくは、すぐ出てくるかもしれませんけど。はい。あの、N 君の紹介で、うん、あの、お会いしまして。うん、で、まあ、2時間ぐらいですかね。うん、うん、そうですね。いろいろ、ありがとうございました。ありがとうございました。お話をして。その時に、はい、うわ、面白いな。はい、大体面白かったよ。はい、話面白かったんけど、うん、あの、まあ、話の、まあ、レベルが、うん、話のレベルがですね、うんうん、まあ、こう、うん、こうあるすじゃないですか、うん、これあんま面白ない、うん、面白い、めちゃくちゃ面白い、面白い、大体この辺行ってたわけです。おお、そいつもいいじゃないですか。おもろいな、おもろいな、おもろいな、おもろいなって、ある瞬間、うん、めちゃくちゃおもろいなってなって、飛び越えた、飛び越えた。それ何ですか、それ。それ聞きたい、それ聞きたい、それ聞きたいですよ、それ聞きたい、うん、で、あの、まあ、お呼びした一番のその理由は、うん、めちゃくちゃおもろいなっていうのがあって、はい、来て、はい、いう話になったんですけど、あの、それがね、はい、あの、お金のことなんですよ。お金のこと。お金。もう、もう今もさ、はい、お金も欲しい欲しい言ってたやん。欲しい言ってた。言ってたやん、はい、お金の概念ちょっと違うんよ。おお。ね。多分。多分。で、あの、その時のちょっとお話を、はい、ちょっとお金の話をちょっとちらっと、はい、していただく前に。はい、ハルさんが 何者であったかっていうことを僕全然言ってなかったですよね。本当ですよ。ね、お金って。いや、それ引っ張ってんじゃん、その。あ、そのの話だ。あ、なるほど、なるほど。責任転嫁して悪いけど。まずはね、知らない人もね。ハルさん、ね、はい、ハルさん、あの、33歳ぐらいの時に、はい、あの、このスピリチュアルな世界にガーッと。入ってきはったんですよね。で、その辺のことからですね、今やってることとかをですね、ちょっと軽く、はい、あの、お話をしていただければなと思います。はいはい、そう、33歳ぐらいの時には、あの、サラリーマンだったんですけど、はい、急にこういうこと関心持ち始めて、はい、接点持った人が、はい、あの、ちょっと、ネットで流行った人でね。ネットで流行った人。ちょっと流行った人。何系で流行ったんですか。ミクシーで。ミクシーで。で、その人が、あの、ちょっと全国でワークショップします。なんて話になって、うん、はい、あの、スピリチュアル系のワークショップ。そうですね。で、それのアシスタントに行きましょうみたいな話になって、はい。その時サラリーマン。サラリーマン。で、仕事の傍ら手伝いみたいな。ちょっとサボりながら。サボりながら。サボりの仕事や。サボりの仕事や。そうなんですね。うん、よかった。はい、で、それで、あの、九州行ったり、関西行ったりとか、いろいろ行ってたんですね。はい、で、そんなことしてるうちに、僕もじゃあ、あの、このワークショップ引き継いでやってちょうだいなって言われて。へぇー。やってた。で、その時僕何もできないって思ってたんですけど、はい、まあ、できるって言うからやってみようかなと思ってやってみたんです。本当にしつこいんだけど、その時仕事は会社ですね。サボりながら。サボりながら。それは、まあ、休みをうまく使って。うまく使って。ね。で、できないのに振られたと。そうです、はい。でもやってみたらできちゃったんですよね。へ、面白いもんね。で、それから、あの、この仕事を始めるようになって、ただ最初はその人の影響があったから、うん、なんかこう、ワークショップとかイベントとか打つと結構すぐ問い合わせとかね。うん、すごいだけど、仕事は仕事はそれは、あ、その時はでも結構人が来るようになったら、うん、あ、もうやめてしまおうと、で、退職して、やめましたね、それもね。サボりながらじゃなくて、なくてね。そうですね、それまではちょっと期待でした。ちょっと待ってね、ちょ今ひらめいて、ちょっと言っていい、はい、どうですか。ね、サボりながらそういうことをやる、あ、やる、はい、で、それ、はい、あの、サボりにがある、サボりにがあるって思った、なんかそういう思った、サブリミナルみたいやなと思って。サブリミナルみたいなね。うん。だから、うん、サボりながらやるのっていいのかもね。サブリミナル効果。サブリミナル効果になって。それでも自分で暗示かかるわけよ。いけるやん、言って。いけるやんって。うん、もう出来上がりや、うん。ね、あ、サボってやるとなんかこうワクワクしますね。ね、あ、それはあるかもしれない。あ、まあ確かにね。うん、この話、何の話、 N 君なんてずっとサボってるからね。あ、そうなんですか。気になるわ、 N 君さっきから目がチラチラ目が合うけど。はい、そうだね。話のような。そうそうそう。すみません。はい、それで、何でしたっけ。あ、そうそう。あの、それからですね、少しずつ僕も
最初はなぜかワークショップしかやらなくて、うん、でそのうちこう個人セッションをするようになったんですね、で最初の頃は、うん、そのなんて言うんでしょう、そのヒーリングとはちょっと違うんですけど、その人のなんか魂を浄化するっていうか、なんかちょっと大きなワークをしてたんですけど、そのうち、ハワイでシグネチャーセルヒーリングっていうヒーリングを習っているか、もしもし、シグネチャーセルヒーリングっていうシグネチャーセルヒーリングっていうのを習ったんですね。カメラにあるね、あるね。シグネチャーセルヒーリング、ヒーリングね。でそれを習った時に、そのハワイの人が教えてるんですけど、結構いろんな病気を治してる人で、あ、その人は、もう何十年も、日本ではあんまり有名じゃないけど、海外では結構有名な人で、何十カ国、まあ10カ国ぐらいの、言葉に、翻訳された本を、まあ、出してて、でワークショップもいろんな国行ってるんですね。このヒーリングメソッドを、そうですそうです、訳されてる、はい、で彼のその日本での活動をこうサポートするみたいな形でしばらくそのシグネチャーセルヒーリングを自分でやったり、それを人に伝えたり、もしくはハワイに連れて行ってそのハワイでヒーリングの講習会をしたりとか、そういうことをしてますね。はい、そういうことをしながらさっき言ったことも続けてね、してたんですね。で今それもそんなこともやりながら今をになってきているということなんですね。そうですね、あと僕このスピリチュアルなさっき言ったイベントのきっかけっていうのは竜なんですよね。竜っていうものに関わる、そういうスピリチュアル、もしくは、ちょっと突拍子もなく聞こえるかもしれないですけど、竜族っていうそういうなんか考え方がなんかちょっとね、耳慣れないと思うんですけど、そういう中で竜族って呼ばれる人たちとこう仕事をして行って、で竜に関わるワークっていうのを、ずっとしてきました。はい、質問です。はい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 、あれですか、竜族っていうのは、ワイタハの長老とか浅川さんですか、その竜打族って言われてるのと同じなんですか。僕はそれは拝見したことないんでわからないんですけど、僕がこう映像で見る竜族っていうのは、映画にアバターってありましたね、はいはい、アバターぐらいの3、はいはい、まあ、5メーターとか4メーターぐらいの大きさで、はい、でもアバターみたいに尻尾とかはないんだけど、はい、あの青くもないけど、でもやっぱあれぐらいの大きさの、はい、エンティティ存在、ですかね、が、竜族って呼んでます、でその竜族が何しはったの。ですね、レムリアって考えがありますよね。レムリアっていうものが、はい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 、レムリア、レムリア、レムリア、ですね、太平洋ってあるじゃないですか。はい、太平洋知ってます、知ってます。よかった。ムー大陸っていうのは結構有名だと。はいはい、知ってます。そのムー大陸っていうものなんですけど、はい、そういうふうに言っていいんだろうか。太平洋上に大きな伝説の大陸があります。それはある時沈んでしまう。でハワイっていうのはあのレムリアという大陸の聖地だったところの名残なんです、で僕にスピリチュアルなことを教えてくれたそのマスターキラエルっていう存在は、その日本っていうのはそのレムリアっていう国の首都、キャピタルがあった統治だと。へえ、日本は。でそのレムリアっていうところにはそのいろんな存在がいたんですけど、その竜とかね、その今言ったら竜族っていう存在を見たんですけど、5000年前とかですね、それぐらいに竜族っていうその存在が、この話しなかったですよね、全然。この話はしてないですね、これから。でも言っちゃいますね。その5000年ぐらい前にその竜族っていうのが滅びちゃったっていう事件があって、出来事があって、でその頃のこうトラウマとかカルマみたいなものトラウマみたいなものがですね、あったんですね。そういう人たちのサポートとかしたりもしてたんです。ちなみにハルさんも竜族の方なんですか。で僕もそういうことをこう、自分でこう思い出したりして、そうなのかなって思ってました。思い出すんですね。ってことはそうなんだ。そうなんでしょう。まあ分からないですけど。思い出したんだけど。この人竜族っぽい。そうですね。分か
かんないですけどね。あんまり目を向けてないんだけど。多分爬虫類。爬虫類。猿ぞ。私竜好きですよ。あ、好きですか。うん、好きですよ。猿じゃないの？猿も好き。竜も好き。あ、そう。はい。ね、あれ、はい、で、そういうことをされていると。はい、あ、ごめんなさい。ということで、それで、どうしようかな、その、はい、その竜の話も面白いねんけど、はい、どうしようか。どうしよう、シグネチャーセルヒーリングの話もいいし、はい、お金の話もいいし、そのそうですよ、その盛り上がった、ここまで突き抜けた話聞きたいですわ。多分、はい、多分そんなことがあるからそこに至るんですよね、きっと。お金のことも。あ、そうですね。そうですよね。それでその、じゃあその突き抜けていったそのお金の話をちょっとしてもらってもいいですか。はい、あ、何かしましたっけ。あの時ね、ワークショップとか、うん、それでこう生計立ててるのとか、なんか多分そんなベタな話だと思うんですよ。あ、はい、それでそんな話で、うん、そうですよって言ってて、うん、でその延長線やったと思います。あ、はい、はい、お金を毎月当然人ははい、こう収入入ると思うんですけど、はい、それを毎月こう使い切ることによって、はい、お金がまた入ってくるという作業を、はい、もうその33歳ぐらいからやってきて、はい、そうしていく中でこの輪が大きくなるというか、どん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 こう収入が増えてくるというか、そういうことをしているというお話をしたんです。はいはい、で、聞き方によってはそのなんか、はい、自転車操業かなみたいな、そういう、ね、考え方もあると思うんですけど、どうかな、特別こう、でもこのやり方には1個ルールがあって、はい、借金をしないということがあって、はい、自分のこの、引き寄せでお金を引き寄せましょうみたいな、そんなことなんですよね。で、僕こういう生活しながら別に、アパートにね、安いアパートに爪に火を灯して暮らしてるわけではなくて、はい、結構家賃、それこそ大事なとこに住んだりとか、はい、贅沢もんなことをしてるかもしれないし、はい、海外も1年に何回も行ったりとかしてるかもしれない、仕事で行くんですけど、はい、ね、そういったお金っていうのは自分の意識でこう引き寄せてるから、そんなことを話しさせてもらったんですよね。なるほど。預金通帳って持ってるんですか。あ、持ってないですね。持ってない。じゃあいつもキャッシュを持ち歩いてるわけ。そうです。だから僕は全財産をいつもバッグに入れて。あ、じゃあ今日も。そうですね。もしもうなくなってるかもね。さっきから欲しい時だから、うん、300万ね、うん、そしたらまた入ってくるから、ね、なるほどね。そういう時もし娘亡くなった時には、はい、こうまた入ってくるなとか、もっと入ってくるなっていう発想に自然になると、うん、頭じゃなくてね、ハートがなると、はい、本当に入ってくるっていう体験を自分でしてるから、はい、本当にそうですよって自分では思ってます。ほら、頼めばいいっていうこと。そうか、ね、ただ私たちもポイントがあって、はい、ポイントがあるんですよ、はい、知識じゃないから、はい、ワークショップとか本とか読むといっぱい知識は入るけど、うん、はい、これからはそれをこう実践する時代じゃないですか、うんうん、はい、で、その僕たちはアファメーションとか祈りってことをしますよね、はい、なんかこう、心のそこからこうなってください、はい、祈り、それすごいパワフルな素晴らしいことですけど、はい、それっていうのは1日が24時間あって、5分間祈ったら、5分間心の底から祈ったらすごいパワフルなことだと思うんですけど、うん、はい、例えば5分間ですよ、私はハリウッドスターになりたいって祈るわけですよ、うんうん、なりたい、心の底からピュアにね、100%、うん、でも残りの23時間55分ね、1日が24時間だったら、はい、残りの23時間55分そんな慣れるわけないよ、うん、って思ったら、そっちが反映がされるか、うん、ね、されるってことですね、うんうん、5分の祈りってこれぐらいの大きさだけど、うん、その残りの24時間何分っていうのがこれぐらいの大きさだったら、こっちが反映される、うん、ということだから、うんうん、普段の自分の考え方が極端に言うと、はい、あ、これ入って当たり前だよねって、はい、思い込むとかですよ、はい、そういうことにしてしまうぐらいの感覚の時に、そういう引き寄せがすごく強まると、うん、で、僕のことを知ってる方から見ると、はい、僕はちょっとなんかこう少しこう人から知られてるでしょう、だからお金入ってくるのは当たり前じゃないと思うかもしれないけど、はい、でも一番最初に僕がこのことをこうポンってこう起こるきっかけの時っていうのは、はい、全然無名だし、はい、僕のことを知ってる人は本当にミクシーの数十人ぐらいの人だったんですけど、そこからうまく入ってきたっていうことがそういえばありました。
うん、じゃあ全くお金の心配はしてないってことですよね、きっと思い込むってことは。厳密に言うと、はい、大丈夫かなって思うときは人間だからあるんです、はいはいはい、だからバランスを一回崩すときあるんですよ、はい、でも崩れたら、はい、昔だって例えば一般的にはこのままああなるほど、はい、まあ崩れた瞬間にまあいいかなってこう戻すだけ、まあいいかって思う、はは、まあいいか、それがもう早くなるってことですね。そうですね、やっていくうちに早くなると思う。で使い切るっていうところもミソですよね。そうですね、その使い切る蓄えるっていうことは恐れてるっていうことやもんね。おっしゃる通りですね。で面白い、あおそうですか、ね、あのちょっと、お金が例えば 2,3 万手元にあって、はい、でも数日後にはちょっと出張で10万、はい、20万ぐらい必要であるという時がありますね、はい、その時、はい、足りないですよね。足りないですね、はい、その場合はこの3万を大事に持ってるんじゃなくてこれを使う、はいはい、うん、これを使う、でもこれを使うのは自分を喜ばすためなんですけど、うん、ただ自分を喜ばして、うん、なおかつこうやる気にさせるというか、うんうん、でその 3万円で例えば美味しいお寿司を食べたりとかですね、はい、マッサージを受けたりとか、はい、そして気持ちよくなってそして、はい、お家に帰ってですね、はい、ちょっとじゃあ仕事に取り掛かろうかっていう時のそのエネルギーっていうのは、うん、今までとちょっと違うんですよね、うんうん、お金が使ってなくて、うん、じゃあやろうかっていうと恐怖に基づいてるんですよ、全て仕事することも、じゃあちょっと仕事しようか、誰かにちょっとあの、うん、告知のメールしようかとか、うん、なんかあの、うん、宣伝かなんかしようかなと思うとき、全部恐れに基づくわけですよ、うん、恐れに基づくから恐れが返ってくる、恐れっていう現実が返ってくるから、うん、自分をまず、自分っていう人間をまず喜ばすために、まずちょっと喜ば、ご飯を食べたりして喜ばせて、うん、そして、じゃあやろうかと、うんうん、で、ここで自分の信念かもしれないけど、うん、きっとうまくいくと、うんうん、いう形で何かをやるとそれがワクワクとか喜びとか希望に基づいてるから、うんうん、希望に基づいた現実が跳ね返ってくる、うんうん、それだけでね、うん、ただ大事なのはその、はい、潜在意識を使う話ですよね、これ、はい、だからさっきの24時間の話しましたけど普段自分がどういうことを考えてるかっていうのがものすごい、パワフルなツールになってくるかなって感じ、うん、分かるわ、それ僕もね神社よく行くんですよね、はい、で神社行って、うん、あのもう絶対しないことがある、うん、もう願わへんでも手合わせるでしょ。それはありがとうございました、ありがとうございましたけ、一切願わないです。へー、なんかよく上からなんか声が降りてくるとか言うじゃないですか。それってなんか質問したりしてないの？そんなことはしてるけど、はい、まあ、何やろう、あの何かになりますようにっていう願い方は、そういうことは絶対しないです。へえ。で何かそれは、うん、僕もなんか理由があってね、はい、何とかになりますようにっていうのって、うんうん、もう今はその状態じゃないって宣言してることなんですよ。うん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 、そうね。でそんなこと、うん、それをそのまま多分、うん、上のおっさんかおばはんかなんかその人はそれをそのまま正直に下に下ろしてくるので、うん、現実化させていくので、うん、ずっとなんとかなりますようにって言ったままずっといくの何年も、あ、なってないままいっちゃうってことですよね。おお、なるほど、うん、だからあのお祈りはしない、うん、お祈りじゃないあのお願いはしないです、うんうん。え、じゃあ例えば目標があってそこに向かいたい時はどういう感じなの？もうなってる自分を想像する。そう、もうなった、もうなったって、でそこに至るまでの今、うん、その過程を歩んでいて、うん、その時点は 100% って思う、うんうんうん、思うというか思ってる、うんうんうん、だからあの原さんの言ってることめっちゃよくわかんの。うん、使い切るまでできてないけど僕、うん、貯めてる、貯めるほどない。貯めるほどないねんけど、けどあの使い切る、うん、そこまで潔さはないんだけど。ないわ、私もないわ、うん。本当は使い切んなくてもいいと思います。あ、そうですか。使い切るのは、はい、多分大きく拡大したいからかもしれないですよね。うん、だからそこまでやってるけど、一般的にはそこまで使い切んなくてもいいかもしれないですよね。ある大富豪の話をなんか聞いたんだけど、はい、あの海外のね、はい、ユダヤ系やったかな、はい、その人たちってお金を砂漠に持って行って、うん、ダー燃やすんやって。燃やしちゃうの？燃やしちゃうのって、でなんかそれある意味浄化っぽいことで、うん、それをやっても、うん、それ以上のものが入ってくるっていうことを知ってるんですって。でそれどっかあげてよ思うんやけど、うん、会社をしてる人たちがいると、そうね、寄付すればいいんだね。でもなんか、まあ、彼はその人なりのなんか理由があるんでしょうね、
じです、ね、すごい勇気ね。そういうすごい勇気だから、それってある種手放しの勇気ですよね、うん、あの何かをにしかみついてるっていう時ってやっぱり多分何も入ってこないですよね。いやあるな、いっぱいしがみついてるな。もうもりもりって言うともしがみついてるもん。本当だ、この手が、この手がやばいやばい、話したらこれこうやってもりもりってね、本当だね。それでそのハワイで、はい、そのシグネチャーセルヒーリングを受けて、はいはい、でその後今はどういうワークショップされてますか。今はですね、その竜に関わることをまた、はい、やってたりとか、あとは自分なりにヒーリングの考え方がいろいろ出てきて、はい、自分なりのちょっとヒーリングのオリジナルの、はい、でも基本的に僕は意識で現実を作っていくっていうことを広めていきたいと、それを、ね、うん、みんなで実践しましょうみたいなところなんで、そういうふうになるための個人個人のサポートが結構多いです、うん、でイベントワークショップもやってますけど個人サポートが大きいです、うん、あ、チャットですね、これ、うん、和子さん、うん、私もお金使った方が入ってきます、うん、あ、言ってますね、言ってます、同じですね、同じですね、竜族ですかね。あ、竜族やね、うん、竜族やね、いや、竜の感じするね、するね、するね、あの人ね、あの人するね、うん、するね。あれですよね、はい、お金を払う時のその感情は結構鍵かも、感情が、あ、なるほど、いいよっていう感じだと、はい、いいよが返ってくるかな、はい、だいこう、あんだけ払うのみたいな具合があるよね。そうそう、ね、行ってらっしゃいみたいなね。ああ、そうかそうかそうか、うん、気持ちよく手放すっていうことね。うん、そうですね。ああ、なるほど。あ、できてない時あるわ。気持ちよく手放す。気持ちよく手放せない時ある。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほどね。それで、そのワークショップ、その意識を現実化させていくっていう、はい、ワークショップですよね。それは、パーソナルなワークショップ、うん、個人セッションなんですか。個人それは、なんていうの、僕の考えで、はい、本とかワークショップっていうのはすごく素晴らしい効果的なものだと思うんですけど、はい、どうしてもまかない ない部分ってありますね、うん、それは人間が人間としてこう、うん、付き合うことで養っていくので、はい、だから僕はその、3ヶ月とか6ヶ月というスパンでその、サポートしていく中でそういうことをこう身につけてもらったり、うん、そういうサポートをしてます。エル君もそれやってるわけ？やってないですね。やってない。だからエル君もなるほど、ね、そうそう、ちょっと笑いすぎちゃうので、うん、はい、なるほどね。で、それはハルさん の Facebook で HAL とかあってもフェイスブックでありますね。ありますよね、はい、そういったところから探していただいたりとか、はい、タツヤ、フェイスブックで出てます。タツヤ、あ、タツヤ、ハルでした、ごめんなさい。ハル、フェイスブックだったらタツヤ、ハルで、英語で、はい、英語で、はい、英語で、はい、はい、ちょっとお友達になっていただいていいですか。あ、ぜひよろしくお願いします。僕友達になってるから。あ、そうですか。あ、じゃあそこからできればいいの。そこからでもいけるんじゃないの。はい、わ、はい、かりました、はい、ですよね。それで、はい、なんかさらにお伝えしたいことってありますか。その意識に、意識の変革みたいなことについて。あ、一つはそのさっき言ったやっぱりこのフォーカスしますよね、アファメーションとか祈りとか、はい、そこだけに意識が行き過ぎるけど、でも大事なのはその全体的なことで、自分の考えとか価値観がどういうものかっていうことだと思いますね、はい、でこれからの時代っていうのはいろんな知識とかっていうのはみんないろいろ本とかワークショップで身についてると思うんです、うん、でもそれをまだ実践してない時代ではあるから、僕たちの世代はそれを実践していきたい、していくという中、それは もうすごい思います、うん、その知識とか話で聞いたことって、うん、たくさんもうみんな知ってることあると思うんですよ、うん、でもそれを実践するのってなかなか、ね、なかなかしてないですよね。方法が分からない、なんか、ね、いっぱいあれですよ、うん、ポロポロだとか、うん、引き寄せの法則とか、うん、いっぱいあるじゃないですか、はい、ね、で、ああ言っても2冊も3冊も本読んで、はい、ワークショップも出て、出てでもそれで終わるんですよ、うん、そこと、あとは、はるさんみたいに実際に行動をするかっていう、そこ結構大きな違いですよね、うん、圧倒的な違いやね、それね、うんうん、ぜひスピリチュアルでね、現実をこう変えていきたいですね、うん、それだけのパワーはやっぱり人間の意識というものにはありますからね、うん、そうですよね、はい、僕たちがどれだけちゃんと自分の意識を使うか、うん、ということですね、はい、はい、
ということで、はい、皆さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これでですね、今日の、こんな宇宙人どうですか、春さんをゲストに、はい、お迎えをいたしました、はい、お送りいたしました、次回の、また1ヶ月後ですね、はい、こんな宇宙人どうですか、お送りいたします、はい、ゲストは秘密で、秘密です、はい、それで、はい、来週の、月曜日、月曜日、の放送は朝は、朝はせーの、マリマリで間違えた。間違えた。これだ。これだったな。モリモリ。これモリモリ。ですかね。なんかモリモリって感じしないわ、うん。バーだった。バーだったら。うん、まあ好きにして。いいで、うん。いいよ。いい、はい。それで、はい、8時からは。その日の同じ日の8時からは。はい、夜8時ね。夜8時ね。夜8時ね。スキットトレーニング。トレーニング。そうですね。はい、ということで、はい、またですね、カオリンが、朝も夜もカオリンですね。そうですね。お送りをしていきます。素敵な日ですね。はい。はい。ですのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日のゲストはハルさんでした。どうもありがとうございました。はい、